スキール・ニルの歌を収録する二つの写本のうちの一つ、AM748i42 には、余白に各説の和写を示す注釈がある。一部の研究者はこれを、詩が儀式演劇として行われたかもしれない手がかりだと考えている。スキール・ニルの歌は、コ・エッタに収録された詩の一編である。スキール・ニルの歌は、13世紀に成立した、写本、王の写本と、 AM748i42 に収録されているが、もともとはキリスト教が広まる以前の時代に書かれたものであろうと考えられている。例えば、マグヌス・オルセンは、これを太陽神であるフレーと第一の女神ゲルズの結婚を祝う歌だとしている。そうなると、春に行われるフレー祭に関係する歌となって、成立年代が古いと考えられる。また、多くの研究者が、 おそらくは一種のヒエロス・ガモスの儀式において、この詩が上演されたと考えている。しかし例えば、ヤンデ・フリースは、年代がもっと新しいもので、神話的テーマの中に詩人が、自身の感情を述べて創作した作品だとしている。この場合は、むしろ中世の騎士の物語に近い歌ということになる。スキール・ニルの歌、スキール・ニルの言葉という題は、AM748i42 に、 スキール・ニルの旅という題は、王の写本によっている。恋の病に陥ったフレイと、彼が塞ぎ込む理由がわからず心配するニュールズと、スカリ、詩の冒頭にある、三文形式の序文において、北欧神話に登場する北上神フレイは、主神、オーディンの王座、フリズ・スキャール部に座って、全世界を眺めると語られる。巨人の国、ヨトゥンヘイムに目を向けたとき、 フレイは、美しい女性を視界に捉え、恋心に捉えられてしまう。しかし自分が恋をした相手が巨人族の娘であるが、故に、誰も彼女と自分が結ばれるのを望むまいと考えて、フレイは、塞ぎ込んでしまった。死自体は、おそらくは、ニョルズの妻となっているスカジが、なぜフレイが悲しんでいるのか尋ねるようスケールニルに、命じるところから始まる。 スキールニルは主人であるフレイから歓喜をこむるのを恐れながらも命じられた通りに彼の元を訪れる。フレイは悲観に暮れた様子であったが幼馴染でもあるスキールニルに胸中を明かす。スキールニルは悩める主人に代わってその女性、ゲルズに求愛するべく旅立つことを引き受けるが、避難を避けるために炎を乗り越えられる馬と巨人族と戦う剣を求めた。するとフレイはスキールニルに 自分の持つ、一人でに戦う剣と魔力のある馬を与えた。スキールニルは、順調に、ヨトゥンヘイムを通過し、巨人ギュミルの館へ着いたが、館の前で、いざこざが起こる。それを聞きつけたゲルズは彼に、館へ入るように求め、スキールニルの出自を尋ねるが、彼は、高貴な血族に連なるものではないと答える。スキールニルは、フレイのために、ゲルズを懐柔して、 求婚を受けるように進めるが、彼女はカくクに拒む。スキールニルは、最終的に、呪いのルーン文字を刻むと脅し、ゲルズから、フレイと会う約束を取り付けることに成功した。主人の元へ帰還したスキールニルはフレイに守備を尋ねられる。ゲルズが、旧夜後にバンィの森でニョルズの息子に自身を捧げると答えたことをスキールニルが告げると、 フレイは結婚を待ちわびる半夜の方が1ヶ月よりも長く感じられると嘆いた。ドイツの著述家、バルター・ハンゼンは、エッタに登場する神話的舞台のモデルになった場所をアイスランドの地形に見出す試みを行っている。彼はスキール・ニルの歌におけるゲルズの館を取り囲む炎の輪を感情取り出型火山のことと推定した。エッタの別の詩、 フヨルスビーズルの言葉の中に同様の揺らぐ炎で囲まれた大広間についての説明があり、その描写は感情取り出型火山の活動する様子を表現したものと考えられた。ハンゼンはすでにフレイがゲルズを見出したフリーズスキャルブのモデルを卓上火山ヘルズブレイズと推定しており、その北方に向かいスキールニルが語る湿った岩つまり気のある場所を通りスキールニルが 羊飼いと出会ったであろうミリバトンコのアゼの牧草地を越えて炎の集まり感情取り出型火山クベルフィアットルに行き着いただろうと考えた。その火山は現在は火山活動は見られず登山も可能である。ありがとうございます。